はい、皆さんこんにちは。7月9日火曜日午後5時を回りました。イブロケ785第2第4火曜日担当パーソナリティの伊谷亜子です。わかりますか？イタリアの庭の谷、アジアの子ですよ。はい、この番組は滋賀県草津市の地域の話題を滋賀で今一番熱いであろうと勝手に思っておりますアーティストの伊谷亜子が音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティでございます。放送は本日もこちら草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送で午後7時までイブロケ785をお届けいたします。ということで本日も始まりました。あのイブロケ785はこの時間帯の番組ではあるんですけれども、私の担当会は私がまあアーティスト活動、音楽活動をしてるっていうのもあって、まあ音楽系のゲストさんによく来ていただいたりだとか自分の裏話もしておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、番組のお便りテーマ募集しております。ゲスト様に聞きたいこと。そう、本日のゲストは6時台からゆりめりさんのメイさんに来ていただきます。滋賀県で活動されております。はい、ということでお便りのアドレスは a@fm785.jp a@fm785.jp でございます。何でも大丈夫ですので、感想などあの送っていただければ嬉しいなと思います。ということで最初にお届けする曲は、もう7月入りましたけれども結婚式シーズンでもあるんじゃないでしょうか、この曲をお届けいたします。ヤバイ T シャツ屋さんでハッピーウェディング前ソング。ここでお届けします。私伊谷亜子が作った草津の歌。草津って言ってるだけ。はい、ということでお届けしました草津の歌、伊谷亜子の歌なんですけれども、あの生き生き草津っていう、まあ、コーナーがね、草津市の情報を発する、コーナーなんですけれども、やっぱり草津、ね、の人としては草津の歌は作らないといけないということで、以前から草津の歌というものを作ってお届けしておりますけれどもね、やっと皆様慣れてきたんじゃないでしょうか。初めての方はびっくりしてるかもしれないんですけれども、この草津の歌を聞くと草津草津草津、なんか草津に行きたくなるような、そんな魔法がかけられた歌でございます。また聞いてると意外と草津情報が入っていて、のメロンとか叫んでるんですけど、草津は結構メロン収穫してるんですよ。そういうのね、結構海外の方、そうですね、県外の方が驚かれることが多いかなって思います。外国の方にも私は積極的に草津だよ草津だよってよく言ってるんですけれどもね、はい、草津って分かってくれてるのか分かんないですけれどもね、草津っていうフレーズが残るように一生懸命、暗示をかけております。まあその一歩になればいいなと思いまして曲を作りました。この曲はまだ販売はしていないんですけれども、あの近いうちに YouTube に上げようと思っておりますので、あの FM 草津聞いていただければ自然と聞こえてくると思うんですけれども、まあちょっと今聞きたいなっていう時はあの YouTube で草津の歌とか、あの群馬県の草津じゃないですからね、滋賀県の草津です。お間違えないようによろしくお願いいたします。まあ、ちょうど休みが先日ありまして、今日どうしようかな、せっかくだからちょっとふわふわっていうか、なんか好きなことをしようと思いまして、私は映画鑑賞が趣味ですので、あの映画を見に行きました。でちょうど私はね東京におりましたので、あの渋谷のヒューマックスシネマというちょっと狭めの映画館に行って、でも見たのはコンフィデンスマン JP というあの映画なんですね。皆さんはご存知ですかね。あの一時あのドラマを昨年やっておりまして、でそのドラマをね私ずっと見てたんですよ。でコンフィデンスマンっていうのがですね、信用詐欺師っていう、またなんかちょっとよくわかんないんですけれども、まあ、その信用詐欺師であるダー子、あの長澤まさみ演じるダー子と真面目で小心者のボクちゃん、これは東出昌大さん、はい、と百戦錬磨のベテランリチャード、これがね小日向文世さんなんですよ。
この3人組が悪徳企業のドンやマフィアのボスなど欲望にまみれた金の亡者たちからあらゆる手段を使って金を騙し取るというそんな1話完結型物語のドラマが、まあ、昨年すごく流行ったんです。で、まあ、毎回ねあのゲストが出てきてねそれをスカーッとこうお金を騙し取るって言ったらちょっとまああんまりいい世界なのかちょっとわからないんですけれども、なんかそうなるんだみたいな最後の方で逆転するようなそういうね、作品のなんか展開がすごく面白くてですね。で脚本もあのオルウェイズ三丁目の夕日シリーズの小沢亮太さんがやってるということでね、すごく面白い作品ということで映画化になったんですよ。でその映画は全然ドラマ知らなくっても絶対見れる映画になってまして、普段は日本が舞台なんですけど、この映画のバージョンでは香港が舞台になってます。それでロマンス編ということで、あの三浦春馬さん演じるジェシーという恋愛詐欺師が出てくるんですけれども、それがその主人公の長澤まさみさんと元バッテリーみたいな感じでやってて、ちょっとより戻す戻さない騙す騙されないみたいな感じを主軸に描きながら香港で繰り広げられる、なんかもう素晴らしい壮大なストーリーになっております。そして最後もう大どんでん返しで、えどうなるの嘘マジでってなって、うわさすがやな仲間の絆っていう感じ。もうほんとねこれはね知らない人もぜひぜひ見てほしいなっていうおすすめの、ドラマっていうか映画なんですけれども、こちらねすごく人気な映画で、映画の第2弾も制作予定というかもう決定してるんですって。で長澤まさみさんがすごく綺麗なイメージだったんですけど、この映画とかドラマを見るとすごくいい感じにおばちゃん全開なんですよ。だから前田さんが散々私のことおばちゃんおばちゃんみたいな感じで、私はおばちゃんじゃないですよ、おばちゃんじゃないですよって言うとちょっとあれなんですけど、なんかその不細工な部分もなんか役者さんだからできるっていうか、なんかあの綺麗な役だけじゃなくって、こんなリアリティのある役ができるって本当に女優さんだなってもう絶対誰もが思う、そんなねもうコミカルな長澤まさみさんが楽しめるそんな映画となっております。そしてねなんとねこの映画の主題歌がオフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダーっていう曲なんですけど、この曲もかなり優先でもうガンガン流れておりまして、あのほとんどの知らなかった人もね急に知ったんじゃないかっていうか、私もねそれで知ってね、それで YouTube で検索したらそれをカバーしている素敵な姉妹がいて、それが今日のゲストのゆりめりさんなんですよ。だから皆さんちょっとその話も後ほどちょっと聞かせていただけたらいいなって思うので、皆さんちょっと楽しみにしておいてください。ということで長くなったんですけれども、まだ映画上映している感もございますので、ぜひ滑り込みでも行ってみてくださいね、よろしくお願いします。さてお届けする曲はオフィシャルヒゲダンディズムで、すいません映画の曲ではございませんが、犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう。ということで、いや猫派ですか犬派ですか喧嘩しよう。私はですねずっと猫を飼っていたので猫派ですね。なんかもう愛おしいです。だから動画とかTikTok とか見てても猫の動画ばっかりずっと見て、繰り返しずっと見てしまって疲れてるとかよく言われるんですけど、そういうのじゃなくて純粋に癒しを求めてるんですよね。で飼いたいんですけど、まあ現実的にちょっと難しくって、金銭的にもあと世話をしてあげるとかもね難しいので飼えないんですけど、それでも飼いたいなっていう気持ちがとてもあって、実家で飼ってくんないかなってすごく思ってるんですけど、多分飼ってくれないそうなんですよね。でまあ私は猫の歌ミミミという曲もね作って歌ってるんですけど、まあその広島で一軒家に住んでいた時代がありまして、その時にね飼っていたんですよね。ただまあ高校生、まあ大きくなって寿命で亡くなっちゃってね、その時のことをよく思い出すんですけれども、
その子のことは忘れないけど、やっぱり猫好きだなってすごく思ってます。で、最近友達とかが、犬を飼っていて触る機会がね、何回かあったんですけど、可愛いんですけど、その触り方が違うんですよね。多分あの猫って結構こう頭の耳と耳の後ろの方とか、あとなんか顎のとことか、こうなんとなく触るところ私分かって触ってるんですけど、犬はなんかちょっと同じ場所じゃいけないみたいで噛みつかれそうになったりするわけよね。で、やっぱ挙動がちょっと激しいじゃない、犬って。まあちっちゃいのから大きいのまでいるけどね、なんかうわみたいな感じでさ来るからさ、もう可愛くうわみたいな、もうすぐ手が引っ込められるようなおどおどした感じで触ってるから、すごい間抜けなんですよね。だから犬を普通にうわよし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 みたいな感じにはちょっとできないんですけど、可愛いとは思ってますよ。はい、その姿見て実は怖いのに無理して我慢してやってんのかなみたいな感じなくて普通に好きなんですけど、共同が分かんないんですよね。だって人間でもあるでしょ、この人のどういう風に来るか分かんないとか私もそういう風に見られるタイプかもしれないですけどね、どういう風に来るのかなこの人は、あそう来たかみたいなね。まあそれが楽しい感じだったら全然いいと思いますよ。まあそんな絶え間ない話ですけれどもね。